はい、前回100均で衝動買いしたおもちゃシリーズ、イエーイ、パチ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 。はい、ですね、前回ピロピロ笛を買った時にいろいろね衝動買いしてしまいましたので、それをちょっとライス君で試してみようかなと。ライス君で試すという意味がちょっとよくわかりませんけれども、はい、試してみようかなと思いますが、これ吹き上げバスケット、これね子供の時になんか遊んだ記憶はあるんですが、どっか行っちゃったよ。これ多分このバスケットの中に玉を入れて息を吹くと、こうなんつうの、こう吹き上がるみたいな対象年齢3歳なんで、まあ、ライス君にちょうどいいんじゃないかなと。ちょうどライス君も今年で3歳になりますんで、はい、ライス君にちょうどいいと思われます。なのでちょっと開封して遊んでみようと思います。いいかい、準備は、準備いいかい、あ、ペダマちゃん、はい、セット完了でございます。これでいいのかちょっとわかんないんですけどちょっとこれで遊んでみます。いくじゃん、よしよし、ほら、斜めにするとダメなやつじゃない、斜めにするとダメなやつでしょこれ、おそらく。はい、じゃあこれ飛びろ、あ、やばい、飛びろ、あれこういうものじゃないのこれ、どうやって遊ぶんだこれ、やばい、3歳でも遊べるもので遊べないな。ん、うわ、あ、酸欠、うわ、ちょっとこのパイプ短いな、これ長さが欲しいな、もう少しな。どう思う、ライス、ライス、うん、いくよ、ほら、あー、ちょ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 、違う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 、お前そうなるとは思ってたけど違うから、そういう遊び方じゃないから、それ違うから、これ、行くぞ、どうよこれ、すごいでしょ、すごいでしょこれ、あー、うわ、やだ、めまいがする。3歳児ができる肺活量じゃないんじゃないのこれね、どう思う、どう思います、これちょっと3歳児無理だと思うんだけど、これをずっと遊ぶのってすごいめまいするんだけど、ねね塩だな今日は、うん、塩対応だな、あれ一番ねということで今回は、吹き上げバスケットでライス君に遊んでもらいました。はい、じゃあまた次のおもちゃですね。こうやって遊ぶんだこれ。無料。ああ、ちょ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 、やめて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 よね。俺今遊んでんだから。やめてよ。
go。これを吹き上げて上のバスケットに入れるってやつ、そういうやつよ。いや、あーこれむずくね、普通に難しいじゃん。3歳児できねえだろこれ。今の3歳児こういうのもできるわけよ。あ、角度か、角度がある。これ、いよ。あ、え？どうやったらできるの？これ。これどうやったらできるの？意味わかんない。なんでできるの？これ。入んねえじゃん。はい、よし。こういうことよ。こういうこと。わかった？こうやんの。ね。こうやんのね。わかった？